平成21年台風第16号は2009年9月に発生しフィリピンとベトナムを中心に大きな被害をもたらした台風である。進路図2009年9月26日にフィリピンの東で台風16号が発生しアジア名ケッツァーナと命名された。命名国はラオスで木の名前に由来する。またフィリピン大気地球物理天文局は この台風について、フィリピン名、オンドイと命名している。台風は西に進み、フィリピン北部のルソン島を横断した後、南シナ海を経て、インドシナ半島に最上陸。その後消滅した。なお、この台風のアジア名である、ケッツアナは、この台風限りで、使用中止となり、地順からは、チャンパーというアジア名が使用されることになった。9月26日に、 フィリピンを横断、マニラ首都圏やリサール州などを中心に各地で集中豪雨が発生。マニラでは26日の6時間で9月の月間降水量392ミ、mm、リメートルに匹敵する341ミ、mm、リメートルを記録、マニラ首都圏の8割近くが冠水した。死者数は420名とされている。9月29日、ベトナムクアンナム省ホイアンの付近に上陸。 集中豪雨により死者159名、行方不明15名、負傷者629名を出した。国道1号線などが冠水する被害が生じている。カンボジアで35名死亡、ラオスにおいても浸水被害、家屋の倒壊、水田被害、16名の死者や135名の行方不明。 予想として37,500万名の避難民が発生していると伝えられている。ありがとうございます。